こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。今日は、商品探しの戦略。まあ、それとね、えー、台風19号の被害なんかが、まあ、徐々にもうちょっと大きくなるのが分かってきたんでね、まあ、そういう、えーや、やるやらない、何をやるやらないっていうのは判断基準ね、えー、これを、まあ、しっかり優先順位を決めた方がいいですよという話です。まず、商品探しの戦略。 私の商品探しの戦略は、オーストラリアアマゾン出に参加し続けること。まあ、これからね、多分ほとんどの皆さんが思ってるよりも、オーストラリアアマゾンって稼ぎやすくなります。システムも良くなるし、もともと市場ボリュームはでかいと。ほとんどの日本の方は人口少ないところに注目しますけど、あの金遣いが荒くてね、 えー、オーストラリア、ライバルが少ないんで、まあ、はっきり言って市場は日本より大きいです、全然。なんでね、まあ、そんなところに、せっかく初期の頃から参加できてるわけですし、まあ、これをね、えー、ミスミス退場させないのはまずいと、もったいないということでね、えー、参加し続けることを優先にしています。そんなわけで、商品、仕入れようか、仕入れるの見送るか、仕入れないか迷ったら、まず、 売れないと公開する金額の商品は仕入れない。これどういうことかというと、100個商品仕入れてね、100個全部売れるってこれありえないですから、ある程度は売れないです。で、その時にね、まあ、いいか、2000円の商品だから、まあ、他でも儲かるし全然ッ OK という感覚だったら2000円までは仕入れればいいですし、逆にね、5000円で平気な方もいるし、1000円で気になる人もいると。そうなると、もうあの楽観的に、 え、これきっと売れたらいいなじゃなくてね、売れなくても、え、気にならない金額かどうか、これをまず、え、迷った時の判断基準にしています。個別サポートの会んはね、まあそういう基準でサポートしてますし、え、あと、マニュアルサポート、チャットワークサポートの会員さんはそれをえ基準にしてください。それから、Amazon に退場させられる可能性のある商品は仕入れないと。 ま、これ、え、具体的にはね、え、一言でこれですというのは言いにくいんですけど、ま、あの、折に触れ流してる、え、サポートメルマガの内容、あるいは NG 商品のね、え、会員限定の記事なんかを見ていただくと、ま、傾向はつかめるんで、怪しいかなと思ったら相談してください。ただし、ね、え、この二つを、ま、二つをクリアした場合かな、すごく儲かる可能性があるなら仕入れると。ま、多少、 気になる点はあるんだけど、これ、すごい売れるんじゃないかなという商品はね、あのー、仕入れます。で、この加減が難しいんですけど、まあ何しろ、この商品探しの戦略で。戦略ってのはね、どういう場合はやらないというルール決めをしていくことなんで、まあ、退場させられるようなことはやらない。 でねアマゾンに退場させることはやりませんし売れないと後悔する金額の商品を仕入れてるとね、えー、自分からやめちゃうんで嫌になっちゃってねだからやらないというのでねとにかく参加し続けるっていうのを、えー、現段階の商品探しの優先事項にしていますまあ大まかな戦略っていうのはね、えー、具体的に一個一個に落とした話をすると長くなっちゃうんで省略しますけど、えー、他の動画等と合わせて、えー、また、えー、ご覧になってね、えー わからないい点があれば質問してくださいで個別サポートの会員さん、チャットワークのサポートの会員さんは別に他の動画とか見る必要ないんで、あのこういうことですかというのを、ねえー、確認してからあの、この商品仕入れの判断基準にしていただければと思います。 やるべきでない商品をね、やっちゃってたり、あの、これ扱った方がいい商品ね、を広げ足りないというのがね、結構スカイプサポート呼びかけたら、スカイプしていく中で、えー、やってるなと、やっちゃってるなというのがありましたんでね、再確認して商品仕入れていただければと思います。何しろ今ね、あの売、売上げ、売上売れ益良くなってるんで、以前と売れ行き変わんないとか減ってるって言った場合はね、何か間違えてます。早急に修正した方がいいんでね、ご相談ください。 それとこれはね、もう命に関わることなんで、あの、災害があるたんびにね、えー、私は思っていることで、まあ、反感買うんで言わない方がいいかなと思ったんですけど、まあ、えー、サポートしてる中でね、えー、現に、まあ、すれすれだったんじゃないかなっていう例があったんで、あらかじめ言っときます。えー、まあ、台風は大雨で、大雨で亡くなる人がいるのは残念と。で私の人生での戦略は、自由に生き続けること。 まあ自由は取っちゃったっていいんですけど、まあ、普通の方はね、もう、あの、生き続ける。まあ、いやいや、さっさと死んだ方がいいですって人あんまりいないと思うんで、まあ、やっぱりね、自分、あるいはね、自分と家族とか、生き続けるっていうのを、まあ、優先してると思います。ところがね、やってる行動がね、優先してない場合が多いと。ね。えー、何しろ、自然には勝てないんで、 何かあってからだともうどうしようもない。ね。あの、いや、無事だ、判断しなきゃいいなと、と決壊しなきゃいいな、ね。えー、崖崩れ起こんなきゃいいなと。あるいは起、起こるなんて縁起でもない、そんなこと考えもしないという形でね。で、いよいよ危険が迫った時に、えー、助けてもらおうと。でも、ね、今回の、今回というか毎回そうなんですけど、あの、崖崩れだのね、えー、洪水だの、助けようがないですね。あの、ほぼ、もう、 打つ手がない何しろ自然には人間勝てないんでそんなわけで私の場合は危険なところに今自分がいるなという自覚があればあるいはね想像力働かせて自覚しますまずねで無事だったらいいなというよりは、えー、無事じゃないパターンだったらどうなるんだろうとあこれ助かんないなと思ったらね、えー、旅行がてら高みの見物ができる場所まで逃げると、ねまあ、言い方は思いっきり反感買うんでしょうけどもうここまで 逃げないと、えー、安全確保できない。で、避難生活とか悲壮なことじゃなくてね、えー、別に、まあ、じゃあ、いい機会だから、いい機会ってのもなんでしょうけどね、あの、しばらく訪ねてないどこどこに旅行に行くかとかね、えー、親戚を訪ねてみようかとか、なんか、いろいろ、機会があればやってみたいと、こととか行きたい場所あると思うんで、まあ、それにまさに行く機会なんじゃないかな、ということでね、行きます。 これ余裕がないとか、うんぬんっていうよりね、まあ別に行ける範囲で行きゃいいだけの話ですし、まあ何も高みの見物ね、えー、5つ星ホテル泊まんなきゃいけないとかそういうことはないんで、まあ、なぜ、なぜ危険な場所にそのまま留まってお亡くなりになるのかというのをね、えー、いつも不思議に思ってるし残念なんですけど、まあ、正常化バイアスね、えー、大丈夫なんじゃないかなっていう希望、今まで大丈夫だったから、 たかだか数十年しか生きてない中での判断。これ大体間違えてるんでね。ほんと想像力を働かせて、安全な場所まで逃げてください。今回のね、まさにそれを、とうとうと言ったんですけども、あの、ほぼ手遅れ、どうしようもない。で、そのままいてね、ラッキーでしたけど、これ単にラッキーなんでね。ちなみに私、えっと、311の時、ね、東京が大渋滞になって、で、都心に ね、白金台に住んでたんで、あ都心に住んでるとこ地震が来た時に動けないんだ。動けないってことは、火事は消せないし、救急車は来ないし、で子供が一緒だったんでね、あ東京で大地,震大地震に被災したら、これは助かんないなっていうのが分かって、えー、福岡に引っ越しました、まあ。それぐらい極端なことをやる。まあ、でもね、そこまでやって何もないとね、えー、逆に、えー、引っ越して大変な思いをしたと、まあ、恨みを買ってしまうこともありますけど、まあ、私としては、 無事に生きられたし、まあ、スタンスとして自然には叶わないんでね、えー、そこから逃げるというのなんで、まあ、しょうがないと思ってます。まあ、そんなわけで、何を優先するか、えー、決めて、えーまあ、命を大切にした方がいいんじゃないのかな。でまあ、話が飛んじゃいましたけど、商品探しとしては、まあ、Amazon に参加し続けることが大切ということでやってます。ねえー、後悔するような損をしない。退調させられる可能性のある商品は知れない。あとね、 対処される可能性のある行動をしないっていうのももちろんサポートの優先事項にしています、まあ、そんな形で商品探しで迷った時どうするんですかっていうのをね、えー、まあ相談を受けてるとよく聞きますしまあまあ商品探し取り返しのつかないことをしないってことで何を優先するか決めてやると、えー、いいと私は損をさせない、えー、後悔する損をさせない退場させられないっていうのを、えー、優先してサポートしていますまた ご意見ご確認お待ちしています。アマゾンエスサポーター堀秀夫でした。